日北大ちは、かつて、埼玉県久喜市の河原の犬間内を流下していた、農業排水路である。この日北大ちは、河原の犬間における掘り上げ殿からの排水路として、整備された、農業排水路であった。南方にも、ほぼ同様の機能を持つ中堀の上流河川が、並行して流下していた。これら日北大地と、中堀は、河原の犬間にて、 久喜勝負工業団地が造成されると、建設に伴い埋め立てられ、その役目を終えた。しかしながら、二北落地については、本流が埋め立てられてしまった今日においても、備前堀川に流入する直前の地点に、設けられていた水門のみは現存している。河原の犬沼の掘りつぶれからの悪水などが、主な水源となり、河原の犬沼のほぼ中央部を、 中堀の上流河川の北方に並行し、東南東に向かい流下する。流下する途中に、河原の犬間を縦断する道路と、二木田橋にて交差し、その直後に、南南西へと伸びる水路にて中堀と接続する。本流はさらに東南東へと流下し、やがて、江面と下早見の境界にて、北北西より流下してくる、備前堀川へと至り、流入、終点となる。 水門により、備前堀川の下流方向を望む。ありがとうございます。